はいどうも白滝です。今回の動画は撮影日が10月14日木曜日になりましてガチャ更新がありました。でポジション追加もできたんですけれども、一番の目玉がワールドスター、なんとですね大谷さんと菊池さん花巻東コンビが、今回ね登場しました。去年と同じく再臨の後にワールドスターで、このワールドスターがね、終了した後は、皆さんがね待ちに待っているアニバーサリープレイヤー、これが10月の19日から開始されます。ワールドスターが開催されまして、終了後にはアニバーサリープレイヤー、今後のですねプロスペースが楽しみだよという方はね、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今現在ですね動画の高評価500を目指して投稿しているので、そちらの方のねご協力の方もよろしくお願いします。ということでやっていきましょう。はい、ということでお知らせの方に来まして、ワールドスターセレクション、大谷さんの打者バージョンと菊池選手が今回ね第2弾で登場しました。ガチャ内容の方はいつも通りになっていまして、購入3回目で S ランクの選手1人確定で、6回目でワールドスターの選手1人確定で、1回目から6回目で S ランクが出たらワールドスターの確率が 30%、 購入7回目以降は 50% の確率になっています。もし大谷さん菊池さんのね片方だけしか獲得できなかった場合は、一応ですね両方ね獲得できるワールドスタードラフトスカウト、こういったものも登場しています。もう一つガチャ更新がありまして、10月14日にポジション追加がありました。でそのポジションがレフト枠になりまして、結構ね能力が変わっている、特殊能力が変わっている人もいるので、リーグ評価とねリアタイ評価見ていこうかなと思います。ガチャ内容は超次チーム S 狙い撃ちスカウトになっていまして、他にね、キャンペーンも来ています。期間限定980円で110エナジーで、あとはカウントダウンログインボーナス、これもね更新されています。ということでまずは今回追加されたレフト枠のね選手を見て、その後ですねワールドスター60連引いていこうかなと思います。50連か、生放送で10連引いたんで残り50連引いていこうかなと思います。ソフトバンクの方から見ていきましょう。グラシアル選手が登場しました。弾道パワーヒッターミートから78、76、69、リーグ評価は A になりまして、称号で同値にすることができまして、同値になれば2コンボ発動します。2コンボね発動する方をリーグオーダーに入れてほしいので、これは称号とオーダー次第になります。リアタイの評価に関しては A になりまして、使いたい方はぜひともね使ってください。他にですね、今後 OB でね、守備もいい打撃もいい選手も登場しますし、レフト枠現役で言えば、吉田正尚さん、佐野さんとね、他に強い選手がいるので、そちら使ってもらう方がいいんじゃないのかなと思います。特殊能力が広角打法、パワーヒッター、回満塁男。ロッテは荻野選手が登場しました。弾道中弾道ミートから80、69、82の総力型、総力型の選手はリーグオーダーのコンボが組みづらいということで全くもってね入ってこないんですけれども、称号で、ミート総力の上で同値にすることができれば、ミート型ミート A のコンボが発動するので、これはリーグ評価は A になります。称号とオーダー次第、リアタイの評価は A になります。使いたい方は使ってください。で、リアタイで使われる選手の特徴としては弾道パワーヒッター以上、そして広角打法を持っている、こういった選手がよくねランク戦では使われています。特殊能力が固め打ちプルヒッター回チャンス。西武は栗山選手が登場しました。弾道中弾道ミートから68、68、68の全て同値になります。同値の選手はミート型のコンボ、パワー型のコンボ、2つの、コンボを発動しているということで、リーグ評価は S になります。リアタイの評価に関しては B になります。弾道が中弾道、そして表のステータスがゲーム的に低いということで、あまり使われることはありません。特殊能力が選球眼固め打ちいぶし銀。楽天は島内選手が登場しました。弾道高弾道ミートから72、74、74のパワー走力の同値、パワー走力の同値なんですけれども、走力型のコンボはリーグオーダーで組みづらいということで、これはですねパワー型として考えてください。リアタイの評価はどうなのか、弾道が高弾道、さらにレフトの、守備範囲が B ということで、無課金美課金者からしたらリアタイの評価は S になります。リアタイガチ勢からしたら他にね、最強のレフト枠がいるので、ガチ勢は違う選手を使ってください。無課金者でねレフト枠がいないという方は、島内選手はランク戦で使えてくると思います。特殊能力がチャンス、選球眼、プルヒッター。日ハムは西川選手が登場しました。弾道ラインドライブミートから77、67、88、走力型ということでリーグ評価は B。 リアタイの評価に関してはどうなのか、これはですね A になります。使いたい方はぜひともね使ってください。特殊能力が選球眼盗塁回固め打ち。
パリーグラストオリックスが吉田正尚さんが登場しました。弾道アーティストミートから85、80、70、ミートパワー AA のステータスということでリーグ評価は S になります。リアタイの評価は S になりまして、弾道アーティスト能力も高いということで、まあ、リアタイで使えてくる選手になります。特殊能力が変更されていまして、アーティストチャンス回アベレージヒッター、まあ、以前はね固め打ちで、まあ、結構使いにくい特殊能力だったんですけれども、まあ、シリーズ2からアベレージヒッターに変更。いやー正尚さん強いね。セリーグ巨人の方になりまして、松原選手が登場しました。弾道中弾道ミートから68、70、76の総力型、まあ、総力型ということでリーグ評価は B。リアタイの評価は B になりまして、弾道が中弾道、ゲーム的能力が低いということで、まあ、別のね、まあ、レフト枠をぜひとも使ってください。特殊能力がチャンスメーカー、走塁、回、選球眼。阪神はサンズ選手が登場しました。弾道高弾道ミートから71、77、56、まあ、称号でパワー型パワー A にできるので、まあ、リーグ評価は A になります。リアタイの評価に関しては A になりまして、まあ、使いたい方はぜひともね使ってください。特殊能力がチャンス、パワーヒッター、広角打法。広角打法とねパワーヒーを持っています。中日は福田選手になりまして、弾道高弾道ミートから65、74、65、パワー型一つのコンボしかね発動していないということで、リーグ評価は B になります。リアタイの評価は A になりまして、まあ、使いたい方はぜひともね使ってください。特殊能力がチャンス、パワーヒッター持っています。逆境。横浜は佐野選手が登場しました。弾道高弾道ミートから83、76、65のミート型ミート A なので、リーグ評価は S。 リアタイの評価も S になりまして、特殊でレフト C、まあ、補給がねちょっと気になるんですけれども、まあ、特殊すれば補給もいい。スローイングが42、肩が68。特殊能力の方が変更されていまして、アベレージ、広角打法、固め打ち、まあ、ランク戦でね、まあ、重要である広角打法を持っていて、まあ、能力も高いということで、今後ランク戦でね、まあ、使ってくる方は多くなると思います。広島は西川選手が登場しました。弾道中弾道ミートから77、75、75、まあ、称号でミート型ミート A にすることができるということで、まあ、リーグ評価は A。 リアタイの評価も A になりまして、使いたい方はぜひともね使ってください。特殊能力が広角打法、固め打ち、逆境。そしてラスト、ヤクルトは青木選手になりまして、弾道中弾道ミートから79、73、71、まあ、称号でミート型ミート A にすることができるということで、リーグ評価は A。島内選手と同じタイプになりまして、ガチ勢は、まあ、他の、ね、レフトワークを使ってください。特殊能力がアベレージヒッター、固め打ち、チャンス。はい、ということで今回レフトワークが追加されたということで、リーグ評価とリアタイ評価を見ていきました。で、まあ、このガチャが、ね、登場したんですけれども、無課金美課金者はスルーになります。まあ、アニバーサリーに向けてエナジーを、ね、貯めていってください。10月14日木曜日にワールドツアー第2弾が登場しました。まあ、大谷選手の能力見ていきましょう。なんとですね、打者の能力変更されています。こちらが去年の大谷選手の能力になりまして、81、83、77で登場していました。今年メジャーで大活躍した大谷選手、ミートはね変わっていないんですけれども、パワーと走力が変更されています。パワーがプラス2で走力がプラス2、まあ、称号で、走力ね A にすることもできますし、まあ、星2のねコンタクトヒッター、まあ、これでミートパワーのね同値にすることができます。守備適性と守備能力の方になりまして、これはね変わっていません。2016年の、まあ、守備能力になります。特殊能力が広角打法、アーティスト、走塁。もう一人が西武のね菊池選手になりまして、花巻東コンビで登場しました。9位から82、74、81。球種はこういった風になっていまして、ストレート、スライダー、カーブ、フォーク、サークルチェンジ、まあ、ツーシームフォーク、ツーシームスプリット、同じ変化方向の2球種を持っていないということで、まあ、ランク戦では使えてきません。まあ、リーグではねガンガン使えてきます。特殊能力が奪三振、伸び、尻上がり。はい、ということで今回ね追加された選手の能力を紹介しました。まあ、ラストにですね、このねワールドスターセレクション、生放送10連引いたということで、まあ、残り50連、まあ、正直ねどっちが当たってもいいんですよ。菊池さんも、まあ、極みで持っていますし、まあ、大谷さんちょっと A ランクないんですけれども、まあ、大谷さんが菊池さんどちらかを狙って、まあ、ガチャ引いていこうかなと思います。まあ、理想は2枚抜きいきましょう。さあ、果たして誰が出るのか。よし君、レッツゴー。銀。まあ、60連目か。まあ、アニバとね、ワールドスター、どっちを引くべきなのか。まあ、これは以前ね、まあ、解説しまして。まあ、どうなんやろうね。難しいところやね、これは。アニバーサリーね、まあ、長期的ユーザーで、挽回。長期的ユーザーでアニバーサリー。おー、菊池選手、大谷さんが欲しかった。アニバね、毎年経験していて、飽きたという方は、
まあ、今年ですね、勝負でワールドスター引くのも、まあ、一つの、ね、手だと思います。大谷さん欲しいよね。大谷さん打者、あ、オースティンもあり、総合で多分アニバイ登場するんで、総合で同値できる可能性ある。さあ行きましょう、30連目。まあ、どちらが来てもいいよね。30連目、ここワールドスター欲しいね。よし、レッツゴー。まあ、確定か、それ確定なんか。第1弾では30連目でダルビス選手、60連目でダルビス選手、まあ、2枚当たりました。まあ、スピ解放か、セレクションダルビスのスピ解放用のために今ね、まあ、育成しています。ダルスさんはね、まあ、セレクションの方スピ解放していくんで、ヤマトさん、さあ誰が来る。 S ランク選手、まあ、シリーズにでもいいや、まあ、ワールドスターでもいいんですけども、シリーズにでもいい。おお、いらしてくるね、海選手。さあキャッチャー海選手からの、おお、堀江選手か。堀江選手 A ランク持ってないけど、ランク戦ではね、確かに使えてくるはず。チェンジアップね、変化量高めから投げても確か変化量が変わらなかったはずで、タイピンチ持ってるんで、あ、これは OK いいよ。ということで40連目いきましょう。40連目、誰が来るのが。ピッチャー調子くん、いや、確定のみっていうのがね、ちょっと嫌なんよね。まあ、一回経験してるけど、狙い撃ちか。OB 第一弾狙い撃ち。4万使って掛布さんやからね。で、タイムスリップセレクションの再臨第一弾か。第一弾で小坂さんの A ランク狙っていまして、ロッテ純正のために。10連目から S ランク登場と。ということで50連目いきます。さあ、果たして誰が出るのか。いや、2枚抜き、来ないかな。じゃあ、女子くん。確定以外が渋いな。確定以外渋い。さあ、もう一回燃えて。燃えて、もう一個。なんでやろう。5番かい。5番かい。あ、中村翔です。中村さん、小宮山選手。小宮山選手の何か寸評か。あれは間違ってたんですよ。俺は、菊池選手出すぎじゃないですか。菊池選手、大谷さん、これ絞ってるでしょ、絶対。あんだけ見た。おー、来た。来た、来ました。って言ってると来るんですよね。さあ、A ランク2枚を引きました。さあ、果たして最後ラストどちらが来るのか。まあ、最後までですね、動画を見てくれた方々ご視聴ありがとうございました。さあ、調子くん虹流れてるよ。調子くんレッツゴー。銀、さあラスト誰が来るのか。2枚引きでもいいよ、調子くん。よし、虹が良かったな。虹、ここでバットを殴っていく。打率なんぼやろ。打率で0-0-0-0でしょ。0-0-0。浜口さん、マクガフさん、誰が来る。いや、楽しみやね。高橋さん、板野智美さんと結婚した選手。ラスト、さあ、花巻東コンビの2名、どちらかが獲得する、どちらかを獲得することができます。言いましょう、ラスト。おー、大谷選手 OK、 ありがとうございます。まあ、菊池さんも欲しかったけど、大谷選手、ちょっと限界突破かな。限界突破工事使って DH として入れていきます。ありがとうございました。